レアル・マドリーで、レギュラーポジションをめぐる競争が激化している。マドリーは、インターナショナルウィーク明けの一戦で、アトレティコ・マドリーとのダービーマッチを迎える。18日、リーガ・エスパニョーラ第12節で敵地ワンダ・メトロポリターノを訪れる。重要な試合を前に、マドリーは MF ルカ・モドリッチの状態が気がかりだ。今季例年に比べて調子を落としているモドリッチは、加えてクロアチア代表としてロシア、ワールドカップ、W 杯、欧州予選プレーオフでギリシャ代表との2試合に臨んでいる。勝利して W 杯出場を決めたものの、彼が消耗しているのは間違いない。そこで注目されているのが、MF ダニ・セバジョスだ。セバジョスは先日行われた U21 スペイン代表のスロバキア戦で3得点を記録。今季は先発デビューを飾ったアラベス戦で2得点を挙げてチームを勝利に導くなど、徐々にコンディションを上げている。またセバジョス同様に U21 スペイン代表としてプレーする DFS スバジェホ。FW ボルハ・マジオラルもジネディーヌ・ジダン監督に猛アピールしている。バジェホはスロバキア戦でフル出場し、マジオラルは得点を記録している。